FM 議論をお聞きの皆さん、こんにちは。こんにちは。7月25日火曜日、サザンブリーズの時間です。お願いします。よろしくお願いします。はい、マイク大丈夫ですか？大丈夫ですか？来てますか？はい、今日もトロピカルビーチの方からお送りしていきますよ。うん、おい、どうですか今日の海は？今日はですね、まあでもちょうどいい感じ、ちょっと日が隠れててあ、そう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 、ね、ビカビカではないですけど、そうですよ、まあ、でもやや曇ってますけど、まあでも過ごしやすいっちゃ過ごしやすいですよね。そうですね、やや過ごしやすい、この方が良かったりしますもんね。でもね、ちょっと外歩いてみたんですけど、うん、もーっとしてました。それはありますね。もーっと暑いですねその感覚だけは変わらず。あの、今日は泳いだんですか？でしょ、そう思ったでしょ今日ね、結構早めに着いてたんですよ。あら、実は3時半ぐらいに一度こう来たんですよ。はいはい、海の方見に行ったんですよ。はい、3時半ぐらいの海って、はい、だいぶ引いてるんですね。あ、いや、今日はでしょ。あ、今日はですか。はいはいはい、今日すごい引いてて、すごい、なんか浅い感じだったんで、はいはい、これはどうしようかなと思って。え、疲ればよかったのに、3時半ってだいぶ前じゃないですか。今5時ですよ。そうですそうです。え？で、はい、いや、実はちょっと予定もちょっと1個あったんですよ。で、だから一応こう見て入りたいなっていう自分の気持ちになったら入ろうと、その用事ちょっとすっぽかしてどう、はい、と思ったんですけど、まあちょっとまあこの用事は別にどっちでもよかったんです。どっちでもよかった気にしないわ、はい、今日やってもよかったし、やらなくてもよかった、はいはい、ただまあちょっとあの日もちょっとにゃそんなに上がってなかったりとか、はい、っていう感じだったから今日じゃないなとあれってちょっと思ってしまって、うーん、そう思ったらもうダメだったんです。ダメですよね基本あんまり泳ぐの好きじゃない。そんなことない。じゃあだから先週とか先々週まあ、はい、すっごい天気だったじゃないですか、はい、もうビカビカ太陽でもうそら海に浸かるしかないよっていうような環境だったじゃないですか。そのベストな環境でぜひ浸かりたいな。なるほどね。確かに今日は入ってても入ってなくても入ってるみたいな感じ。そうでしょ、そうでしょすごい湿気で、うん、ああなるほどなるほど。そう、ベストな、そういう時狙ってる。ベストな状況で入りたいなちょっと分かるっちゃ分かるけど、いつ入ってもいいと思いますけどごちゃごちゃ言わないでこの入る詐欺ずっと入るって言ってるけど、そっか、時間あるんだったら絶対入ってほしいけどな。どうですか、じゃあね、レポーターちゃん、まあ、今日も陸からということになりますけれども、ね、今はね、泳いでる方ももちろんいますし、いらっしゃいますね。なんかこう、貝とか拾って遊んでるのかなとか、あとなんかやっぱり夏休みに入ってるので、ね、そうですよね、お子さんの方がね、いらっしゃいますね、たくさん。こう普段来たことないけど初めて来ましたみたいな雰囲気の人とかがね、うんうん、結構いらっしゃいますね。そうですね、はい、いいですよね。夏休みまだ始まったばっかりだからもう満喫してくださいね。いいですね、もういきなり海に来て遊ぶってね、いいですよねいいな、いいスタートだな、うんうん、いいスタートですよ。はい、今日もね、そしてバーベキューの方もたくさんいらっしゃいますね。そうですね、今日もまたいい匂いしてますよ。もういいな、いつもお腹すくんですよ。焼きそばとか、うん、なんかイカ焼いてそうな匂いとか、いろんな、もう美味しそう。ね、わかります。美味しそう。でね、もういい感じにこう腹ごしらえしたら海行ったりとかね、そうそうそう、もう自由に過ごしてね。あ、いいですね。最高だ。そんなトロピカルビーチから今日もお送りしていきます。うん、はい。さあさあ、今日もテーマをね、設けてるんですけど、夏休み入ったのでラジオ体操始まってるじゃないですか。ああ、そうですね、はいはいはい、ちょっと近所とかでも、あの、声しません、朝6時半前になったら、その時間にまず起きてません
あ、そのぐらいでは起きない。そのぐらいじゃ起きないです。あ、そうですか。だから子供の頃も正直そんなに参加してなかった。そう、このテーマじゃもう終わりやん。いやでも参加してなかったなりにね、はい、ありますよそれは。あ、ありますか。気持ちはね、自分の中で子供のこと、頃のことをちょっと思い出してもらおうかなと思って、はい、大人の方はね、ぜひ昔のエピソードとかを送ってほしいなと思います。はい、で今まさにね、行ってる人でもいいですよ、うんうんうん、今日行きましたとかね、はい、子供も聞いてるかもしれない。あ、確かに夏休みですから。そうよろしくお願いします。お願いします。メールアドレスは 797@fmgino1.com です、ですね、メールだけですね、 797@fmgino1.com です。ツイキャスもやってます。はい、キャスの方にもお気軽にメッセージください。早速、はい、もういただいてますよ。ございます。宮城さんですね、こんにちは。こんにちは。ありがとうございます。シュプリームさん、ユキさん、アズマックス、こんにちは。こんにちは。あれ、アズマックスのアンマーですかって。あと大人にね、ゲストの方からスタンバイして似てるってことですか。似てる、そういうことですかね。そうです、若干ね、服はちょっとかぶってるところは。そうですね、素敵な柄がちょっとかぶってるところあるんですけど、あ、後からね、曲かけた後に、ね、そうですね、はい、キャスすでに映って、宮城さんが、東さん今宜野は晴れてないの。いや、晴れてないことがないんですよね。あ、晴れてはいます、ね、晴れてはいるんです。ただまあ晴れてか、まあ、ちょっと、まあ、半分曇り、まあ雲にかかってるかなぐらいな、ね、これでもね、普通の晴れですよね。だから普段がもうやばすぎじゃないですか。まあ、これは晴れですよね。これ晴れです。普通に考えたら晴れです、はいはい、普段がそうか、晴天すぎるのか。晴天すぎる。先週とかもね、先週すごかった、ね、晴れですよこれは。はい、はい、そしてシュプリームさん、遠藤誉先生かと思った、本気で。遠藤誉先生、ここにいる世にないもん。すいません。このそっくりだということですね。あの、後からですね、はい、ちょっと小学生とか幼児のお子様向けのね、お話なんかもしていただきますので、はい、お楽しみに。お願いいたします。夏休みね、皆さんどう過ごしてますかね、はい、もうやっぱり普段子供は学校行ってるけど家にいるじゃないですか。絶対そんななってますかね。そんなメッセージもお待ちしております、はい、では1曲お届けしましょう、うん、曲紹介お願いします。どれをかけるのかも。あ、これですか。アブリル・ラビーンで、ガールフレンド。急に言ってすいません全くこんな感じでやってるんですね。どれがあ、読みやすい、あ、ビチュドゥドゥって言えない。じゃあこれ曲あと2、3分あって CM あと5分後に、主にここが喋れるんでしょ。喋れよ、頼むから。抜かすにてパワーないっす。肉食べてきたんでしょ。今の曲紹介の前に間があったのが。なんか細かいじゃないですか。いや、どの曲を優先するのかも。あ、この青くなってたところ。もうちょっとそうなんですけど。僕そんなユキさん入れながら。すいません、急に。もうあの読まないで流すパターンにしようかなと思ったんですけど、なんかちょっと雑感なんで。あ、そうで、急に振った。10分ぐらいなんで。この、あ、進撃のめいちゃんです。シュッと待った。ありがとうございます。ありがとうございます。読めなかったわけじゃないんですよ。急に言われてどれっていう。私は読めなかったんですけど。あ、読めなかったんですか。スルーしようかなと思ったんですけど、ちょっと曲紹介やっぱりしないと雑かなと思って隣に振りました。じゃあとっさにやって読んだよりにはちゃんと読めました。そうです。素晴らしい。え、読み方わからないこの曲入れてたんですか。そう、でも曲は分かってて、これいい曲だからかけようと思ったけど、ちょっとあの読み方。なるほど。アプリルラビー懐かしいですね。東京福祉大学国際交流センター。
新田町それ分からん。それはそれはあ、でも有名な方なんですよ。使ってる状態で元に、ね、曲紹介、曲とかぶってたよ。あ、はいはい、かぶしてたんですね。はい、かぶしていました。そのまま行こうと思ったけどそうそうそう、あれは泳いでるっていうより使ってるだね。そうですよね、うん、泳ぐっていうよりちゃんと引き潮が激しすぎて親の人泳がないからね。そうですね、入って、間に入っていっていただいて。え、あ、映るんですか。あ、こちらに1個ずつじゃあ見ていただいていいですか。失礼します。あ、じゃあこれをあの持って、あ、はい、持って、包帯、包帯で、はい、はい、おー、しまった。今日こんなんです。はい、あ、では、見えるかな、見えるか。これは会場、これもすごいな、うん、あ、この芝居、わかります。一番右って言ったら、ああ、初めまして。あの男性は東さんです。東さん、はじめましてで来てます。あ、いらっしゃるんですね。すいません、東です。どこにどうぞとか。あ、なるほど。おばちゃんには厳しい距離ですね。そうですね、よく見えないですね。私もサングラスしてよく見えない読むのに時間がかかる。ております、はい、時刻は7時、あ、違う、5時13分を回っております7時間どっか行った。あのツイキャスにね、もうすでにゲストの方映っているのでいろいろ来てるんですけど、はい、東京福祉大学の遠藤誉さんですか。ではない、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 技能の方です。そうですよね、ではない。はい、それでは自己紹介よろしくお願いします。はい、こんにちは。宜野湾市商工会女性部の部長です、塚山由美子です。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。そして、はい、今総務部長をしております前部長でした島袋光子と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。塚山さんと島袋さんにお越しいただいています。宜野湾市商工会女性部というのはどんなことされている方たちなんですか。商工会に属する、商工業者の代表者の集まりなんですけれども、はいはい、経営者が皆さんが、まあ、地域の皆さんとともに、いろんな、行政ともともにですね、いろんな祭りごととかそういったものに、ボランティアの活動として、はいはい、まあ、応援しておりますといった方がいいんですかね。はい、じゃあいろんな仕事をされている方々集まって、はいはい、
はい、女性だけのグループなんですね。まあ、私たちも自分の会員さん、部員の資質向上を願って減少したりとかですね、はい、そういう形で、楽しく、はい、いろんな行事ごと、今日もそのイベントの情報をお持ちしまして皆様に告知したいということで、はい、FM技能さんの方に参っております。はい、よろしくお願いします。では早速、はい、よろしいでしょうか。どんなイベントでしょう。はい、来たる日曜日ですね、7月30日、はい、皆様に、もう、好評な、キュエビさん主催のですね、夏休み子ども自由研究というのがございまして、テレビラジオでも周知しているんですけれども、はい、私ども宜野湾市商工会女性部も、このイベントの方に参加させていただきまして、はい、今年第4回目になります。で、子どもの自由研究はね、はい、悩みますよね。そうなんですよ、ね、お母様方の一番の悩みだと思うんですが、はいはい、そういうお子様たちの夏休みの、まあ、自由研究の題材というものを、共に、皆様に楽しみながら、はい、何かできることないかなというところからですね、私ども商工会女性部、4年前に補足、この夏休み子ども自由研究ちょっと参加してみようということでですね。で、先ほど話しました商工業者の集まりですので、はい、今日の部長も長堂財務店の、はいはい、方ですので、はい、まあ、廃材といいますかね、材木の、切り端材というんですか、端材を使ってですね、まあ、そういう、提供していただいたり、あとカーテン屋さんとかですね、はいはい、そういったところで木地を出していただいたりですね、皆さんそのご自身の、事業の中から何かその、提供できるものをですね、はいはい、お持ちになっていただいてということで、はい、そこから企画が生まれまして、いい素材が本当にあるから生かそうというのもあるんですね。そうなんです、はい、あ、なるほど、はいはいはい、そこから発想を持ちまして、はい、1回目はですね、この今目の前にあるトロピカルビーチ、はい、海岸から白い砂浜を砂を取ってきたり、はいはい、貝殻を拾ってきたりですね、うんうん、まあ、いろんなことをしまして、ネームボードといいますか、写真立てみたいな、写真立てや、プレートルームプレートって言うんですか、はいはいはい、そういったものをいらっしゃいませみたいな、皆さんオリジナルで、ウェルカムウェルカムボードですね、そういったものをちょっと作っていただきました、で、まあ、じゃあそのベースになる 木も木材も、はい、長堂さんの、はいはい、そうです、うちはもう木はうるほどある長堂材木してるんですよ、ね、そうそう、売り物ですから、その端材を使って、はい、ネームプレートを、はい、このタイとかいろいろ沖縄県のちょっといい海も、うん、ビチャンダビーチっていうんですか、はいはいはい、そういうところからちょっと川を拾ったり、はい、砂をちょっと、もう今は人工ビーチなので簡単には取れないので、こう砂が取れそうなイチャンダビーチっていうんですかね、はい、無人のビーチとか、はい、とかってありましたけど、でもなかなか今最近難しいんですよ、貝も少なくて、で、まあ、貝はもう夏休み当たり前にあるんですけども、今回こう2年ぐらいそれをやったんですけど、はい、あと手作りのお手玉とかやったんですが、はいはい、今回はじゃんじゃじゃーん、今日持ってきていただいてですね、ツイートキャストの皆さん見えますかね、新聞紙を使ってエコバッグを作ったんですよ。かわいいですね。これはちょっといろんな大きさも自分で自由にできますし、かわいい、エコバッグか、ちょっと持ってみて、はい、どうぞ。あ、結構しっかりしてます。しっかりしてます。新聞紙って言ったらなんか破けそうと思うけど、うん、全然破けそうにない、うん、そうですよね、すごいしっかりしてる、ある意味頑丈なんですね。頑丈ですね、はい、でこういったものをぜひお子さんと一緒に、あ、いいですね、この捨ててしまえばただのゴミですけれども、有効活用していただけたらと思いました、はい、はい、こんなあるもので実用品ができるなんて素晴らしい、それは素晴らしい、はい、それと、はい、あ、他にもじゃんじゃじゃん見えますかね、これは懐かしい感じの、懐かしい、女の子たちだとこれパチンコですね、ハイビスカスとかですね、家にある木をちょっと伐採、枝をちょっとカットしまして、はい、うんうんうん、で、ゴム業者とかの革製品を扱っている業者の方からですね、また端材をいただきまして、はい、このような形で Y の字の木の枝のところに、はい、端にゴムが引っ付けてあって、はい、革でつなげて、革でつ
ないで、ここに玉をやってピーパーってバーンってやる。でこの Y をね探すっていうことで、あの木をなんか切りすぎて、はざいでって言ったのに気を切りすぎて坊主にしちゃったという。なかなかこの綺麗な Y って見つからないですよね。はい、女性部員がですね、切り刻んでしまったって言ってか、お笑い定例会でお笑いしちゃったんですけど、まあ、子供の頃そういうの作ろうと思って探したけど、なかなかないですね、はい、この笑いが。はい、ですごくいい形で、ね、あのこういったものもですね、50個から60個ほど準備しておりますので、あの材料がなくなり次第、はい、すいません、終わりということで、はいはいはい、朝10時から、夕方4時まで開催させていただきますが、はい、1作品につき100円という参加料をいただきます。あ、はい、であの男の子にはこのような、見えますかね、やというこの統計、ま、新聞紙で結構触ると硬い、はい、しっかり剣が、はい、結構これ新聞紙使っております。あ、しっかりあの柔らかいんですよね、あの薄いとね、だから何枚も重ねてこうしっかりしたものを作らせていただきました。刺されると割と痛そうです。だからの角をちょっと丸みを作っていただいて、はい、ということでちょっと工夫させていただいてますが、このようなですね、もう捨てると畳のゴミという、まあ、資源をちょっと有効活用という形で、皆さんと共に楽しく過ごしていきたいなと思っております。いいお膳立てですね。やっぱり素材集めるのがね、なんか買うのもなんだしな、はい、みたいなね、自由研究ですので、なるべくこう業者さんが用意したものじゃなくて、自分の家でできるようなものという、はい、またあの場所もフェストーネさん使っているので、会場がフェストーネ、はい、でランチを食べたらうちに来る、はい、宇宙が終わったらフェストーネでランチを食べる、ランチがてら、はい、女性部の部員なのでフェストーネさんは、はい、またあの一番いいのはですね、その日でこの終わる自由研究が終わるという、いいですね、はい、この早い時期に、はい、宿題が1個終わる、いい気分です。素晴らしい。お父さんにとっても子供にとってもストレスなく夏休みが楽しめる、はいはい、ということだと思うんですよ。あ、いいです。そしてあのこの写真を撮りながらこうやっていく過程ですぐ自由研究のこう研究のこのなんていうかな、ちゃんとできるっていうのが本気できるっていう、写真も撮ってもらえて、はい、毎年参加して4年目なんですけど、あのもうどういう風になるやってるかっていうのを分かる方はいつも参加されてますし、またあの後ろの方に小さいお子さんのためにちょっと時間がね、テムティーブサッカーの子のためにゲームコーナーも設けますので、はい、子供が大切しない。昨年からゲームコーナー設けまして、あの幼児の方ね、お兄ちゃんお姉ちゃんが作ってる間、やっぱり 3,4 歳のお子さんって手持ちぶさたになりますの で、うん、でそこをちょっと一角をゲームコーナーにしまして、でそこも廃材を使ってですね、牛乳パックとかお菓子のパックをですねちょっと使わせていただいて、ボーリングだったりとか、バト当てゲームだったりとかですね、でそういうものをあの昨年から非常に好評で、おじいちゃんおばあちゃんも一緒になってお孫さんと遊んでいただいたりとかですね、あのそういう楽しみをしていただきながら家族揃って、涼しい環境の中で、暑いですか、今日も暑いですけど、はい、ちょっと逃げようとして、ね、ちょっと毎年このどこに行こうかなってなってると思うんですよね。はい、そういう時にいいですよね。はい、宿題もできるし、はい、ぜひぜひ、一石何鳥もあるやつですね、はい、来る日曜日ですね、7月30日の日曜日、うん、朝10時から夕方4時まで、はい、場所はカルチャーリゾートベストオンさんですね、はい、で1作品につき、料金は100円、うん、すいませんが申し受けますので、当日開催場所に直接お越しいただけたらと思います、はい、よろしくお願いいたします。カルチャーリゾートフェストーネさんは、はい、場所はどう言ったらいいですかね、はい、これはラウンドワンとかの近く、そう並びになりますね。あ、そうか、はい、あちょうどこのコンベンションのどの向かいの、はい、そうです、トルカイキンビーチの入り口の向かいですよね、なりますので、はい、ぜひよろしくお願いしたいと思います。ランチバイキングもね、はい、ということですよ、はい、あの何も持たずにいらしていただきましたら、はい、全部その、手作りをする、資材、この材料からですね、のりやハサミなど至るまで全部準備しておりますので、はい、空手でいらしていただいて、何も持たずに、はい、であの帰りがけ、ご家族で楽しんで宜野湾市内を散策していただけたらと思います。よろしくお願いいたします。いい情報でした ね、 ね、このしかも持ってきていただいたカバンとか可愛いんですよ。これ作り方も教えていただけるんですか。もちろんそうです、はいはい、あの作り方もですね、ちょっとあの紙にしまして、ちゃんとあの分かりやすく各テーブルの方に置いて、うん、私たち部員がちょっとあのテーブルにつきまして、うん、一緒にあの作るね、ポイント、はい、私ちょっと作るのちょっと苦手なんですけど、今もっか
練習中でございます。器用な部員がおりますので、はい、器用な部員がたくさんおりますので、はい、よろしくお願いいたします。暑いです。はい、暑いです。楽しいです。今日は今度の30日の日曜日に行われます、はい、10時から4時まで開催されます子どもの自由研究、夏休み子ども自由研究参加してみませんかということで、宜野湾市商工会女性部の塚山さんと島袋さんに紹介していただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。失礼します。お願いします。本当に眩しいです。眩しい。今日どうしたんだ。急に出てきましたね。宮城さんからツイキャスで、はい、眩しいので見えにくかったですけど、ゲストさん大丈夫ですか。非常に焼けてます。はいです。今直接来てますからね。そうそうね、この場所から移動した方がいい。決して東さんのお母さんではございません。違いますよ。はい、ありがとうございました。どうもありがとうございました。失礼いたします。では一曲お届けします。ジェイソンもムラーで I'm yours。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。解いていいですか。あ、大丈夫です。ありがとうございます。スイッチ切りますね。はい、ご苦労様でした。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。また何かある時にはよろしくお願いします。ぜひよろしくお願いします。これはチラシは、はい、中で貼っていただけましたら、はい、お願いします。これいいよね、これ。もちろんこれ方でいいものだからね。ミッタンさん、リクエスト少なくて、こっちは今リクエストしてもらったら明日には用意できます。今はかけれない。明日すごい日差しでしたね。急にね。番組始まったと思った瞬間急に来ましたね。今か。五光が差し今いいですね。思いましたね。今いい状況ですね。こっちに寄せてもらってもいいですか。ほとんど知れたね。熱い。番組を楽しみながらちょっと散策したいと思います。あ、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。失礼します。めちゃくちゃ役立ってるこれ。もうちょうどいい。自分一人くらいが。いや、もう今ビシッときてる。Thank you.